着付け教室花たぬしの山内芳水です。今回は京都高尾の栗山工房さんとのコラボデザインバイク帯ワインディングロードを使ってのコーディネートと、あと着物の簡単着付けとワインディングロードを使った銀座結びを、お送りいたします。長くなってしまったので2回の投稿に分けておりますが、ぜひ皆様ご覧ください。着付け教室花たぬしの山内芳水です。芳水店にようこそ。今日はこちらの開封動画です。じゃじゃーん。これはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私と京都高尾の栗山工房の、西田優子さんとのコラボで作ったバイクの帯です。これでもう北九州の呉服の田中さんでね、販売しているんですけれども、そちらの方のね帯がやっと私の方に手元に届きましたのでね、今2色展開しているんですけれど、その2色とねちょっと違っている色になりますので楽しみですね。今から開けていきますね。もうねすごい待ちに待ってたんですよ。一緒にデザインしてコラボしてね考えて、まあ、ほとんどね優子さんがされたんですけれども、私はね自分のバイクの写真を優子さんの方に提供して、そしていろいろね色とかの設定をこういうのがいい、ああいうのがいいって優子さんの方にお伝えしたんですけれども、とっても素敵な帯なんですよこれ。まだねご覧になってない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、もう2つ2色ね最初もう出来上がって、呉服の田中さんの着物文化祭というのがあったんですが、その時にもう商品はあったんですけれど、そちらはねもうお客様の方が購入されたので、私はね後からまた染めを頼んで、今やっと出来上がって仕立ても上がってねできてきたんですけれど、その最初の2色とちょっと違う色をねせっかくだから作りましょうということで作ったので、どんななってるかなと、じゃ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 ーん、もうすっごく楽しみだったんですよね。なんかドキドキしますねこういうのって。前にね京都の西陣の三つ郎帯さんのアルフォンス未勝帯もね開封動画をしたんですけれども、その時と同じぐらいちょっとドキドキしています。はい、栗山工房さんとはねこのバイク帯の他にも前にハミングバードっていうね帯もねコラボさせてもらって、もうそれもすごく素敵だったんですね。で今回のバイクの帯どうでしょうか。もうね多分ね今までねこういうデザインはなかったんじゃないかなって思うような、とっても素敵なデザインなんですよ。わっ、ちょっとすごい厳重にちゃんとビニールにも入ってますね。どこだ？あったあった。よいしょ。じゃ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 ーん。じゃ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 ーん。裏返ってた。よいしょ。あ、こうですね。あ、お手紙も入ってる。お手紙は後で見ようかな。あ、栗山工房さんの、これは、なんだろう。匂い袋、匂い袋も入れてくれてました。ありがとうございます。はい、それでは開けていきますね。あやっぱりこれすごい。ちょっと見てください、バイクの柄の帯なんですけれどもね。私ねバイクの柄をね
バイクをモチーフにした帯を作るって言った時に、こう横向きのバイクの柄がドーンとお太鼓のところに一つあるようなデザインを想像していたんですよ。でそれをね、もうそんなにリアルじゃなくって、着物にも似合うような感じに少しお花を混ぜたりとか、あとちょっと可愛らしい感じにアレンジするのかなと思っていたら、もう優子さんはすごいこのメカニックな、見てください、この柄。一見ね、何の柄だろうっていう感じだと思うんですけれど、でこれね、黒じゃなくてちょっとチャコルグレーですね。垂れ先がチャコルグレーになっていて、で裏にね、あの西田優子のね、優のマークですね。優子さんでもね、次期3代目になりますのでね、3代目栗山吉三郎になる前の貴重な帯になりますが、あ、これちょっとまたちゃんとね、平らにして写そうと思いますけれども、すごいでしょ、これバイクのあのタンクのところとか、もうすごいメカニックな、いろんなね方向から見たバイクが描かれてるんですけれども、ちょっとねライトがついてるようにしてって言って、ここね黄色くなってるんですけれど、また後でね近くでお見せしますね。ここがねお太鼓の、ここがこういうお太鼓になるかな。後でちょっと着てみますね、これもね。かっこいいですよね。これはね、私が今までにないちょっとかっこいい感じできないといけないかなと思うんですけれど、で、こちらが前柄ですね。前柄かっこいいですね。でこのね、前の胴の前柄もほら長くつい、あの柄がついているのでね、胴回りって人によって違うじゃないですか。細い方もいればふくよかな方もいるので ね、それに合わせられるようになっています。で裏と表で関西巻きか関東巻きかでね、ちょっと出し方も変わってくると思います。うわ、すごいなこれね。あ、この色、この色です。このチャコールグレーの色です。真っ黒じゃなくってね、綺麗な色。これは、前に最初に出ているのはもうちょっとこのグレーが薄いので、薄いのと、あとねもっと黒いのがあったんですけれども、今回ちょっとこのちょうど中間色みたいな色になってますね。でここの色もちょうど、中間両方混ぜたような感じのデザインになってます。それではこれを早速今から締めていきます。はーい、あー、もうすごい嬉しい。はい、はい、こちら垂れ先ですね。垂れ先からずっとお太鼓の部分でライトがちゃんとね黄色く点滅してますね。すごい細かいでしょ、このメカニックな。ゆうこさん天才だと思います、これね。バイクをね忠実に、メーターもね、メーターはゼロなので走ってません。でこのね、ほらタイヤもね、これはね、あのタイヤの溝までねしっかりとついてますね。素敵。こちらがね前のね胴の帯の前柄になってきますね。すごいですよね。で、あの前の柄もね長いのでいいですね。でここね無地のところもね綺麗に柄が入っていてね、この前柄も裏が、裏は裏がまたちょっと違う感じになってきますよね。よいしょ、裏を出せるかなね、かっこいい。ここ前に来たらねかっこいいですよね。もうほんと天才、すごいな。見てください、これこの細かいね、バイクのメカの部分をしっかりと描いてますね。
でね、私がねこれエンジンガードをつけてるので、あのエンジンガードっていうかね、バイクこけた時にね大丈夫なようなちゃんとガードまで書いてもらってます。これはオプションでつけてるものなんですけれどもね。でこの風よけのね、これもそうですね、オプションでつけてるんですけれど、忠実に書いてあってね、このタイヤもね私がちょっと好みでねこれを選んだんですけれどもね、その溝までねしっかりついててすごいですね。ねー、すっごい細かい、ほらこれはね、私がいつもあのよくね糸島の、海沿いの海岸沿いにね天使の羽が書いてあるところがあるんですけれどね、そこの前で私が写真を撮るのが好きなので、その天使の羽のマークをつけてくれてます。はい、はい、ちょっとねアンバランスかなとも思ったんですけれども、このねチャコルグレーのレースの着物にこちらのバイク帯を合わせてみようと思います。でね、ここに水色が入っているので帯締め水色だと爽やかかなと思って、そうすると帯揚げもこの水色持ってきても爽やかだけどなんかちょっと違いますよね。でこの間東京着物ショーでカハナさんで買ったこのまたレースのこれもね帯揚げ可愛いんですけれども、このかっこいいバイクにどうでしょう、レースの着物にレースの帯揚げ、なんかちょっと違うかな、でもなんかこれはこれで外した感じがいいのかなとも思ったんですけれども、そうすると紫が入っているから、紫の色に合わせて紫の帯締め、あ、これも感じはいいですね。そしたら帯揚げがこの紫のちりめんの帯揚げ、ちょっと濃すぎるかな、濃すぎるので少し薄めの紫ですね、こんな色も何か違いますね。これは藤井しぼりさんのですね、夏と冬と兼用できる、半分ローで半分普通のになっている帯揚げなんですけれども、石化絞りのねとっても綺麗な帯揚げなんですが、あ、インパクトあっていい感じかな。でもそうするとこの紫じゃないですよね。これだったらが、こんなブルー系が来てもいいのかな。でも違いますね、違うね。これ色はいいんだけどちょっと違うかな、インパクトがないですよね三部紐だと。これも東京着物ショーでカハナさんで買ってきた、これはねこれ細いベルトの、あ、これいいかな、これこのベルトのだったら、あ、これはね東京着物ショーで武田線香さんがいて、武田線香さんがいらっしゃって、でそこでね染めのね体験ができたんですけれども、これ途中からピンクと光ってるかな、ピンクとあとオレンジになってるんですね。であと紫が入っているんですけれど、墨流し染めのね体験ができたんですよ。このオレンジのところがちょっと違う、あ、光っちゃいますねこれ。この帯揚げねすごく気に入っているので使いたいけど、でも違いますね、これは全然違いましたね。そうするとやっぱり
赤かな、真っ赤な、こうか、赤黒いきますか。定番だけどね、赤黒。うん、これで着ていこうと思います。あ、いいですね、グレーにもね、グレーの着物で、これもこの赤のカハナさんのベルトの帯締めと、うん、赤いいですね。うん、グレーにも似合うし、あと紺色の、紺色っていうかブルーなんですけれども、ブルーの博多織の、これ無地に見えるんですけど、近くで見ると博多の献上柄、博多の献上柄の着物なんですが、これにも合うかな。これにも、うん、これにも似合いますね。こんな感じ、あ、裏だった、こんな感じ。あ、でもこれ裏だけど茶色もかっこいいですよね。これ裏は使えないんですけれども、うん、これでもかっこいいですね。うん、それからこのね、紫の色の着物もあるといいなと思ったんだけど、私持ってないので。そうですね、あとは黒の、真っ黒でも大丈夫だと思うんですよ。あの、これはちょっとね、縞なんですけれど、あら、変ななっちゃった。まあいいや、これにも合いそうですよね。ね、これにも合いますね。形がこうかな。これも、いいですね。これもこの組み合わせでいいですね。あ、かっこいいな、これもいいな。これ一重なのでね、一重の時期はこれで着るといいかもしれないですね。いい感じですね。はい、ここは太鼓なんだけれど、前柄はここの、本当はここね、これが出てくるのでね、ここに、あ、そう、私ね、大輝さん、あのガラス工房大輝さんのトンボ玉の赤いガラス玉があったのでね、それがここのライトのところにつくといいのかなとも思ったんですけれども、あ、いいな。はい、そしてこちらのね、真っ黒な着物に乗せると、あのチャコルグレーだっていうのがよくわかりますよね。これもかっこいいですね。真っ黒な着物でね、これ吹きが少し赤になっているので、映るかな、吹きが赤い色になっているんですけれども、ここが少し赤くなっているの分かります、吹きの部分がね。はい、こういう着物にも、うん、これでかっこいいですね。うん、いい感じです。そしてこの他には、そうですね、あとはこれはどうかな。これもちょっといい感じですね。紫の帯揚げと紺と紫の帯締めで、道具彫り模様のね、縞模様の着物です。これもいけそうですね。そして同じ縞模様でも、これは紺だったんですが、こちらはどうでしょうか。よいしょ、うん、これもいいかな。これでさっきと同じでいくとどうかな。これでもいいけど、こっち、こっち違うかな。あ、これこれ、この帯締めが、
この帯締めだったらこれ、うん、こんな感じでもいいのかな。うん、これだと何か違うものも、あ、でも赤でもいいのかな。赤で、でも帯揚げを、帯揚げはこれだと真っ赤はおかしいので違う色を持ってきた方がいいですね。あ、黄色があると良かったかもしれない。この色がいいかな。で、あ、この色、これだったら合いますね。うん、いい感じ。この色がいいよね。黄色でも、あ、これでもいいかな。ね、黄色ってね、一言で言ってもね、いろいろありますもんね。あ、これもいいかもしれない。こんな感じで合わせたらね、この着物にも合いますね。これでさっきと同じでいくとどうかな。これでもいいけど、こっち、こっち違うかな。あ、これこれ、この帯締めが、この帯締めだったらこれ、うん、こんな感じでもいいのかな。うん、そしてちょっともう一度最後にこのレースので、赤でしてたんだけど、赤じゃなくってもいけるかなと思ったのが、これでこのチェッカー柄、そして半襟もこの、あのチェッカー柄にするといいのかなって。石畳柄ですね。あ、これかっこいいな。これだったら帯揚げは、もう帯揚げも黒ですね。この黒グレーの帯揚げがこうくる感じで、あ、これもかっこいいね。あー、こっちと赤と雰囲気がだいぶ変わりますね。帯揚げ帯締めだけでね。うん、こうでもいいか。あ、かっこいい。あ、すっごいかっこいい感じになりますね。これでもいいかな。この濃い紫でも裏のちょっと金が入った感じの、あ、これも合うね。うん、うん、これも合うけど、これも合うけど、やはり今回はこれにしましょう。これと、うん、帯揚げはこっちにするかこっちにするか着ながら考えます。はい、これもいいけど、この焦げ茶もここにちょっとラインストーンが入ってる、この焦げ茶もいいかなね。焦げ茶もいいし、焦げ茶でこの黒グレーもかっこいい。そしてこれもできるかな。これもほら、これもいいですね。これもここにちょっと石がついてるんですけれど、これもいいかなね。これだったらこれかな。これだったらこれ、あ、これいいですね。これいいんだけど、これかはなさんのこれもちょっとしてみたいけど、なんか良さそうな気がするけど、なんかゆうこさんがそれはやめとけって言ってるような気がします。でも可愛いよね。いや、でもなんかこの辺でやめとけって言ってるような気がするのでやめよう。これだったら
これですね、うん、そして半襟はこの石畳のね、これをこれだとでも半襟これ入れるとうるさいかな、どうでしょうね、こういう風になって、あ、いいよね、この石畳柄これもいいなと思って、これで大島紬なんですけれども、江戸の町の模様なんですね、江戸の町の模様なんですけれども、この江戸の町を江戸の町をバイクが走り抜けるってかっこよくないですか。大島の江戸の町の模様にバイクね、江戸の町をバイクが駆け抜けるかっこいいですね。うん、これもいいかな。あ、これだったらでも焦げ茶の帯締めが良かったかな。焦げ茶の帯締めあった。おお、これ、うん、これがいいかな。赤がちょっとだけ出る感じ、それかもう本当に渋くグレー、グレー、黒、黒っぽい、黒のとこ出すといいのかな。ね、はい、江戸の町をバイクが駆け巡ります。いいね、いいね。ほら、こんな町の模様です。はい、動画が長くなってしまったので今回はコーディネートまでです。次回は実際に着物を着ていきます。胸元ラクラク、腰紐を少なくした着付け、そして帯に優しい簡単結ばない銀座結びをこちらのワインディングロード帯を使ってしていきます。そして関西巻きと関東巻きをした時の前柄の出方の違いについても次回していきます。日本所作協会の公認インストラクターも取得いたしました。着付けと所作、そして骨格に合った紐の位置など、体に楽で優しい、そして美しくなる着付けを教えています。オンライン教室もしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、着付け教室花たぬし山内豊水がお送りいたしました。次回もまた見てねー。